今回、部門横断の生産性向上プロジェクトのリーダーに任命された。私は営業部門の課長として、部門内での会議のリードやプロジェクトリーダーをたくさん経験してきたこともあり、その実績を買われて抜擢されたらしい。今日は、プロジェクトメンバーの顔合わせのミーティング。各メンバーの自己紹介。 プロジェクトのゴールについて説明。今後行うべきタスクの確認と役割分担が議題だ。自己紹介とプロジェクトのゴールの説明を一通り終え。では、今後のタスクですが、と話を進めようとした矢先。研究開発部門から参加しているメンバーが手を挙げた。そもそも、 このプロジェクトの目的がはっきりしていないので、そこをまず議論した方が良いのではないでしょうか。これまで携わった営業関係のプロジェクトならば、顧客拡大、顧客満足度の向上、売上増加など、プロジェクトの目的は自明であることが多く、こうした意見、質問が出ることはなかった。今回、私自身も、 明確な答えを持ち合わせているわけではない。そこで他の参加者の意見を聞いてみることにした。他の方はどうお考えですか生産部門はこれまでも徹底的に生産性を追求しています。問題は営業部門や管理部門の生産性が低いことなのでは 管理部門の生産性が高いとは言いませんが、生産性自体を測定することがそもそも難しいことは理解していただかないと。そもそも生産性の意味がはっきりしていない。そこをまず定義すべきだ。活発な発言がやつぎばやに出てきたが、だんだん何の話をしているのかわからなくなってきた。営業についての議論であれば、 考えるべきポイントも、そして、ある程度の結論も自分の中にあった。しかし、今回はそうではない。どの意見もそれなりに納得できるが、どう整理し、結論を導けばよいのかわからない。一つの発言の意味について、考えているうちにどんどん話が進んでしまっていた。そうこうするうちに、次第に頭の中が真っ白になってきた。 リーダー、どうしますか議論をまとめてくださいよ。メンバーから自分への問いかけに我に返った私は、では、今回はここまでにして、この議題は次回議論させてください。私の方でも考えてきますので、というのが精一杯だった。9 様々な意見が出てくる議論の場に臨む上で、ファシリテーターは何をどのように準備すればよいのだろうかファシリテーターが議論の内容に入り込みすぎると、意見の押し付けや強引な進め方になってしまわないのだろうか仕込みの必要性。議論を適切にファシリテートするためには、 そのための準備が不可欠です。無論、世の中にはその場でいきなりファシリテーションをできる人もいますが、極めて稀です。一見、事前の準備をしていないように見えても、実は、数多くの議論の場に立ち会った経験が、仕込みになっていて、どのように議論を組み立て、進めるのかを常日頃から深く考え、理解しているからこそできることなのです。 議論の仕込みをするというと、現実の議論ではいろいろな意見が出るので、思ったようには進まないのではないか。議論の進め方を考えてしまうと、かえって議論を型にはめてしまい、活発な意見交換にならないのではなどと思われる方もいるでしょう。確かに現実の議論では様々な意見が出てきますので、 すべての意見を予想することはできませんし常に当初思い描いたように進められるとは限りませんしかしだからといって仕込みをしないで議論の場に出ていくと確実に失敗しますむしろ様々な意見が出るからこそ仕込みなしでは適切に対応することができないのです